双眼巨炎に秘密が隠されているのは知っていたけれど、このようなことは七星でさえ聞いたことないと思うわ。そういえばイエラン、最初に外で会った時仕事があると言っていたが私はカンルイヤの魔獣が侵入した時の真実を探しているの。ここからの話は全て他言無用よ。決して他の人に話さないこと。さもなければ。ああ、重々承知している。500年前のことよ。カンルイヤから来た漆黒の獣たちに、テイワット大陸の七国が襲われたの。当然、リーユエもその被害を免れなかったわ。岩王帝君の命により戦艦軍は陣を敷き、死闘を繰り広げると、戦線を双眼巨炎近郊で食い止めた。けど、魔獣はあまりに凶暴だった。ただ、何者かが機を見計らって魔獣を引き離したの。それにより、膠着していた戦況はこちらが有利となった。最終的に、この戦いに勝利したのはリーユエ人だったわ。私の先祖にその戦いに参加した人が二人いるの。でも生きて帰ってこれた方は正気を失い、おかしくなってしまった。今の七星もこれについてはほとんど知らないはずよ。当時双眼巨炎から生きて帰れた人はごくわずか。真実を知りたければ機会を待つしかない状況だった。双眼巨炎の周囲の封鎖が解かれたあの日、私は当時の真相を探るためこの地への移動を申請したわ。だけど私たちが今いるこの場所、これから直面するかもしれない危険は私の想像を全て上回るほど恐ろしいものだった。うん。でも諦めてはいけないわ。今の私たちにとって